2018年度を振り返ってみて、結果的には九州男児で3位という成績で終われたので、それが西日本の大会につながって、選手は九州男児のリーグ戦と西日本の大会と2つ経験できたことは非常に大きかったと思います。それがまた次の学年につながることで積み上げ積み重ねというのが作られていくのかなと、そういう1年だったと思います。2019年度に向けては、一昨年は全国の大会、昨年は西日本の大会というふうに経験をさせていただいたので、また今年度当然勝負にこだわりながら、ただカテゴリーで1年生という以上は、ベースのところを積み上げ積み重ね、基礎作り、ただその中でゲームを通して勝負強さ、まあ、いろんなことを獲得させながら、子どもたちがやっていて楽しい、で見ていただいて楽しい、そんなサッカーを展開できる、そういう1年にしたいなと思ってます。